Aloha Hotline。 It's time to grab a surfboard。 のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局、ケイズラジオの DJ カリンです。まずはハワイ州観光局から最新の情報です。ハワイ州観光局局次長の三井バーレイさんです。三井さん、アロハ。アロハ。今年はいろいろなキャンペーンがあるそうですけれども、はい、すごいたくさんいろんなキャンペーンがある中でです、これが結構一番新しいんですけれども、ハワイと日本をつなぐ史上初のハワイランキングアワード投票開始ということで、何なのかなというと、皆さん結構ね、やはりハワイにいらっしゃるときにはレストラン、お土産、ツアーのランキング知りたいですよね、うん、これを旅行者の方、地元の方、みんなで投票しようよっていうキャンペーンですね。でこれはですね、投票をするだけではなくて、投票をその2ヶ月ごとに抽選でハワイ、日本往復航空券が当たったり、ホテル宿泊券が当たったりと参加型になってますし、またまた1万票ごとに、1000ドルずつ、まあ、10万票達成で1万ドルもの金額が地元の非営利団体に寄付されるんですよ。社会貢献もできるという。これは日本にいる方も投票できるんですね。そうですね、はい、いろんなカテゴリーがありまして、本当にハワイフードやレストランからファッション、ビューティーまで、そのカテゴリーが50以上あるんですけれども、その中で自分が好きなところをどんどん投票していただいて、ランキングを発表していくという感じですね。これが1月の11日開始で、はい、7月の10日まで6ヶ月間長いですね。長いですね。行われる。その期間にハワイに来られて、実際に行ったお店とかを投票してもいいわけですよね。そうですね、やっぱりサービスが良かったところ、うん、自分が気に入ったところはどんどん投票していただいて、社会貢献もして、ハワイと、まあ、地元の人も日本の人も投票するわけですから、いろいろな結果を見るとすごく面白いと思います。これはどのサイトに行ったら見ることができますか？はい、弊局のプロモーションページ、まあ、ポータルサイト allhawaii.jp のプロモーションページに行っていただければ、たくさんのキャンペーンの情報がありますので、ハワイランキングアワード見てください。はい、ありがとうございました。ハワイ州観光局三井バーレイさんでした。ありがとうございます。以上、ハワイ州観光局からの最新情報でした。ぜひ。それから今日は一つですね、日本とハワイをつなぐハワイランキングアワード投票というのが開催されていますので、ちょっとこちらをご紹介しますね。はい、あなたが選ぶハワイの良いもの良いこと、111ハワイアワードというものなんですけれども、1が3つ並びました。これは1が3つ並んだ1月11日から投票が始まっているんです。うん、ハワイにお越しになりましたら、いろいろな場所に皆さん行かれると思うんですけれども、はい、まあ、その中でもグルメとかお土産、ツアーなどお気に入りのカテゴリーがあると思うんですけれどもね、はいはいはい、そういったところに投票していただいて、カテゴリー別にベストランキングを決定しようというものなんです。なるほど。しかも期間が長くて7月10日までの半年間。随分あります、ね、はい、ですから今からハワイにお越しになる方がどこかに行って、うん、あるいはどこかで何かを食べて、あ、私はここが気に入ったわというところに投票していただくことができるというわけですね。例えばハワイフード、それからグッズ部門で言いますと、パンケーキ、オムレツ、アサイボール、マラサダ、スパン結びなど、いろいろな項目に分かれていますので、自分はあそこのアサイボールが好きだったとかですね、あそこがおすすめだというところに投票していただければいいわけなんですが、なるほど。川久保さんは何か投票できそうな項目がありますか？そうね、なんか、いや、20年近く前に行ったっきりなんで。そうですか。もうだいぶ違うと思いますけど、でもやっぱりハワイ5に出てくる、はい、シュリンプ。あ、そうですね、あ、うん、シュリンプ部門も結構熾烈な戦いになりそうですね。あ、今シュリンプトラックたくさんありますからね。はい、はい、まあ、そういった食べ物だけではなくて、ダイニング部門、ステーキとかハンバーガーもこちら有名ですからね、はいはい、それとかファッションやビューティーという部門もありますので、スパに行かれた方、ネイルサロンに行かれた方、あるいは、まあ、ゴルフ場とかビーチとかお好きなところに投票していただけるというわけですね、うんうんうん、でこれはハワイ州観光局の公認プロジェクトとなっていまして、日本とハワイの多くの企業ですとかメディアがタッグを組んで開催されていて、ハワイで初めての日本人によるハワイランキングということなので、はい、話題になっているものなんです、う
そして嬉しいのは投票した方の中から2ヶ月ごとに抽選で、うん、ハワイ日本間往復航空券も当たるそうなので、えせっかくですから投票して、ね、あのハワイにまたお越しになるというチャンスもありますのでいかがでしょうか、うん、あちょっとそれ目当てでちょっと投票してみてください。ハワイ州観光局のオールハワイ .jp の中に111ハワイアワードというところが出てきますので、そこでですね、うん、詳しくは見ていただけたらと思います。はい、わかりました。これはちょっとお得な情報です、ね、そうですね、せっかくですからね、またたくさんの皆さんにハワイにもお越しいただいていろんな楽しみ方をしていただきたいと思っていますよ、うん、ちなみにカオルさんは、はい、ハワイの食べ物だと何にこう投票しやすいですか。私はやはりハワイにお越しになったらハワイアンフードを食べていただきたいので、うん、ハワイアンフードの中のですね、例えばカルアピッグとか、カルアピッグ、はい、聞かれたことありますか。ない、初めて聞きました。ハワイは古代ハワイアンの皆さんはですね、はい、ピッグを、豚を丸まま、はい、イムと言って土の中に蒸し焼きする風習がありまして、でそれが出来上がったら小さくこうミートを刻んでですね、そしてそれに、うん、ハワイアンソルトで味付けをして、うん、食べるというものがあるんですよ。へー、それがね意外と日本人の口に合うんです。へー、はい、まあ、そういったハワイアン料理今度ご紹介しましょうね。そうですよ、はい、ぜひぜひちょっとそのハワイならではのものですね、ね、お願いします。はい、はい、わかりました。今朝もどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来月も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。失礼します。マハロー。マハロー、ということでね、ハワイレポートをお届けしました。いや、スタッフの方でマラソン3時間15分で走るっていうのすごいですね。マウイマラソン、ちょっとこれ穴場だと思いますよ、マラソン好きの方ね。そして、先ほどね、ご説明ありました、あなたが選ぶハワイの良いもの良いこと、ワンワンワンハワイアワード、これうまくいくと往復券、航空券当たるかもしれないということなのでね、ぜひトライしてみてください。ハワイ州観光局オールハワイ .jp の中のワンワンワンハワイアワードだそうです。今すぐスマホとかパソコンでチェックしてみてね。以上、モーコミハワイレポートお届けしました。